どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか？うかでございます。というわけでやっていきましょう。トゥルーラブストーリー、サマーデイズ&イエットやっていきたいと思います。さあ、今日は何の目標があるのかなと見ていきましょうか。どれ？火曜日。特に変わらないね。わかりました。とりあえず放課後はね、とりあえず、なんでしょう。うん。ヤコに会おうっていう感じで。おお、いきなり向こうから、おはよう。ああ、ヤコ、おはよう。今日もいい天気ね。そうだね。いい天気すぎるって、暑すぎて。だって、汗だくなんだもん。この暑さだからな。夏なんだから当たり前でしょ。でもそう考えたらさ、なんかこう、女の子のスカートってすげえ涼しそうなんだよね。どうなのこれ、女性陣は涼しいんすかね。もうわかんない。だから、まあ当然のことか履いたことがねえから。なんか、うん。男はでもまあ夏服ズボンも涼しいじゃ涼しいけど、やっぱりね。うん。まあ、蒸しますよ、なんだかんだ。じゃあ、一年校舎。どうしよっかな、これ。とりあえず行ったことないとこ行ってみるか。校庭とかあんまり、運動部、放課後は運動部で賑わうんだね。わかりました。裏行ってみよう、ちょっと、はい。うん。校舎裏、なんもないかもしんない。で、ちょっとどうしようかな。屋上へ行ってみよっか。で、昼休みは、じゃあ、どこだっけ？中庭かな？中庭で行こう、中庭。はい。で、放課後は、校庭プールで行きます、これで。さあ、これでどうよ。うん。この時間帯なら間違ってないんじゃない？最後の。放課後2の選択肢。さあ、どうだろう。おー、いきなりクスノセさんか。どうも。おい。はーい。こんにちは。ごめんね。はい。今、ちょっとダメなんだ。本当に断られちゃうね。はーい。なんか、避けられてるようにも思えんだよな、どこか。気のせいかな。じゃあ次進みます。やっぱりあれか、なんかミッションをクリアしないと次の段階には進まないのかな。さあ、誰かいるかな。ちょっと、ルイちゃん、話してよ。何してんのちょっと。うん。なんだ。あら、また。いいところに。何してんの。なんでヤコを捕まえてんだよ。なんとなく。なんとなく？ちょっと話してよ、ルイちゃん。いじめじゃん、それもう。今だ、やれ。何よ。へじゃなくて。じゃないわよ。チャンスでしょ。ほら、やるのよ。何よ。やらしいことしかしないよ。やるって何よ。昔みたいにスカートをめくれ。バカじゃねえの。いや、やっても、いや、俺的にはやってもいいけど、それは今はもうね。やだ、なんでそんなこと。昔やってたんかい、そんな。いいのかな。うん。やれ、すいません、命令なんで。あっ！えいって何したの？おい、嫌な予感するぞ。あっ！いってーおい！なんで僕がこんな目に。なんだろう。俺悪くなくね？俺やってないのにさ。姉の命令ならやむを得ずって思ったけど、でもやんなかったじゃない。今すげえジャストミートしたんですけど。おっ、はい、キリアさん。どうも。おー、ちゃんと名前覚えてくれたね。その、大したことじゃないんだけど、ほにゃららなんだね。昼飯誘うって言ったってどこで誘えばいいんだろうね。うん。世間話をした。まあまあいいよいいよ。さあ、次だ次。おい。次は中庭か、中、ん？だね、中庭昼休み。おい。誰かいるかな？誰かはいるんだよな、多分。ようやく、あ、おめえかよ、よりによって。聖太郎。まあ、その代わり、いいや、会話ができるから、まだマシか。うん、評価が上がるから。うん。こういうのはどうだ？ほう。なになに？となるわけだ。ほう。なるほど。確かに面白いな。面白い話をしたら、いいね。面白い話のレベル上がるのは上がんなかった。何回かやんなきゃいけないんだね。さあ、放課後はね、ちょっと校庭でね、校庭行くと運動部がこう盛んに、おーやって、テニス部が練習をしている。テニス部か。スコートで練習してたりして、あはは、やはじゃないよ。ジャージだ。がっかり。まあそういうもんだろ。おー何？あ、くすのせさん、なるほど。ここで展開がすんのね。あー、テニス部なのか。ふーん。いいもんだね。やめろー
彼女胸大きいかも。いや、わかるよ。わかるよ。俺も気にする。男だもん。でも、まあ、ここ、言葉にしなきゃマシか。よし、目標達成。うん。言葉にしちゃダメだね。心の中にしまっておきましょう。こういうのはね。うん。男たるもの気にしないわけはないんだから。あー、ダメか。ヤコここじゃねえわ。おい。見つかっちゃったよ。うわーっつって。すいません。いきなり見つかってしまった。呆れた。はい。証拠もなくまた覗きに来たの？そんな言わなくていいじゃない。じゃあ何よ。これ毎回やってるよね。このやりとり。うん。そう、聖太郎がいないかと思って。うん。あ、こうやってやると消えるんだね。知らなかった。こっちの方へ来たみたいだった。ここにはいないわよ。あ、そう。うん。さっさと出て行きなさいよ。はい。へえ。知らなかった文字が消えること。これ今知ったわ。あー、なんかサムネ作り楽になるな、これ。めたい話をすんじゃないっつうのって話ですよね。失礼しました。さあ、そろそろ帰ろう。誰かいるかな？誰かはいるか。おー、篠坂さん。どうも。はい。何かしら、すごい警戒してるけど。帰るところでしょ？ええ、うん。そうだけど。お、これはもしかしたらいけるか、これ。よかったら一緒に帰らない？どう？え？うん。ぼーっとしてるね。一緒にって。うん。誰と？ね。僕と君がだよ。そう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 。嫌かな？そんな、嫌なんてことは。はあ。これ気遣ってくれてんのかな？ごめんなさい。早いな、距離を取るの。あっ。行ってしまった。あー、悲しいな、でもどこか、やっぱり。まあ、振られることも世の中あると。あ！ああ、くすのせさん。どうも。はい。名前覚えてくれたね。くすのせさんも今帰り？そうよ。さよならだろ。もう向こうから切っちゃうんだもん。さよなら。仕方ないね。さあ。さすがにここで誰か。おっと！有森さん、どうも。今帰りですか？おー、いい笑顔、素晴らしい。それなら一緒に帰りませんか？どうですか？え、一緒に？はい。はい。先輩、ね、ああ、先輩、マジっすか？そうっすか？うん。さよなら。さよなら。はーい。いやー、年上好きの僕にとっては最高ですよね。考えてみれば、高校の時の部活に女なんか似たような先輩いた気がすんな。まあいいや、寝ましょう。まあいいや。そういうことを思い出したらキリがないんで、僕の場合。僕の場合ってか、その大したことあったわけじゃないですけど、まあ、強いて言うなら、女性問題を起こして演劇部で干されたという、過去があります。さあ、あ、くすのせさんだね、青でいいんだ。青だけでいいんだね。放課後に行ってどこ行けばいいんだろう。ああ、じゃあ出かけましょうか。放課後どこ行くの、それ。あ、久しぶり。ああ、神谷さん、完全空気いっちゃんな、どうも。うん、最近全然会話しなかったね。うん。そして？おーい、聖太郎。よ、おはよう。おはよう。まあ、今日も暑いなと。そうだな。いつも通りの話だね。その方がいいけどな。どうせ女子の薄着とか見てんだろ？女の子が薄着になるだろ？うん、まあ、わかるけど、確かに夏服でおっとはなるよ。おってなるよ。それは気持ちはわかるさ。でもどうだろうな、俺、まあ、若干俺の冬服の方が好きだってよ、ああ、迷うなじゃねえんだよ。まあいいや。はい、じゃあ進めていきましょう。どうしようかな。教室やってきた彼女嫌な予感って言ったら教室来ないもんね。放課後、どうしようか。放課後ちょっと校舎裏行ってみっか。うん。昼間でもほとんど人は通ることないんだから夜はもっと通らないかもしんないけど、何かあるかもしんないから。じゃあ家庭科室行ってみようかな。おい、なんか誰かいるかも。じゃあ、それで、じゃあ、ちょっと渡り廊下行ってみます。で、2階校舎。昼休みは、じゃあ、部室行ってみようかな。で、放課後、ちょっとね、裏行ってみましょう。で、あと公園。これでどうだ？校舎裏で何かあったらいいけど、どうだろうね。そんなうまくいかないか。あ、誰かいる。あ、ここで、ヤコ！おい。偶然だね。あ、そう。おい。てんてんてん。そういえば、そんなこともあったな。ね、懐かしいよね。ほう。そうだな。学校の話、いいね。
学校の話か。など、そんな学校の、まあ、学校はある意味毎日が発見みたいなもんなところもありますからね。うん。今考えたら高校時代戻りてえなーなんて思って。どうも。ああ、神谷さん。あのさ。はい。ごめん、今ちょっと急いでるんだけど。そんなの後にしなさいよ。はーい。何？てん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 。なんだってさ、面白いでしょ？そうだね。世間話をした。なるほど。しかしこう、神谷さんは進みませんな、物語が。どっかなんか多分、正解の場所があるんだろうけど、それがどこだかわからんのよね。さあ、先輩のフロア行くと、待ってました、有森さん。どうも。はい。てんてんてん、何もなし。なんだか、なんだそうですよ。お、そうなんだ。まあまあまあ、こんな感じの反応だろうね。将来の話か。なるほど、いい話をするじゃない。おい、レベルアップ。将来か。先輩に相談したのかな、何かしら。さあ、物質行きましょう。物質は1階が男子で2階が女子なんだよね。あ、誰かいるね。ヤコか。よく会うね。おい、いや、なんか用か。あのさ。おう、なんだい。そういえば、そんなこともあったなぁと。懐かしいよね。ねえ。そうだな。ヤコと友達の話をした。おお、楽しく話をしたか。いいじゃん。さあ、そしてじゃあ、校舎裏。放課後の校舎裏、誰がいるかちょっと楽しみではありますね。行ってみましょう。誰かいっかな。なかなかいな、お、いる誰か。あ？おめえかよよれによっておめえかよ。ん？ああ。なんだ？なんだじゃないんだ。なんか面白いことないか、おめえがここにいること自体が面白いよ。ああ。そういうのはどうだ？何？何何？なんで、なんで男一人で校舎裏にずっといるわけよ。なんか、何、ネタでも探してたか？見つめるについて知るか？知るか？なんで男と二人で見つめることに関して校舎裏で夜中話してんだよ。夜中ってか、放課後に。気持ち悪いわ、想像するとちょっと。お！神谷さん。ん？お疲れさんでーす。何？はい。いやー、何ってわけじゃないんですけど、帰るところでしょ？そうお、じゃあ、あ、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。今回はいいです。さよなら。え、またね。あ、よかった。まあまあまあいいや。できれば今回ね、ヤコちゃんが理想かなって気するんだけど。あっと、篠坂さんか。え、おい。あの、ちょっと誘ってみるだけ誘ってみっか。どうせもうこれ帰りだもんね。最後。はい。最後のチャンスだから。おい。そうだけど。そっか。はい。一緒に帰らない？どう？これびっくりして固まっちゃうんだよね。ああ。そうそうそう。誰と？うん。誰が？あ、話はできるんだね、これでも。なるほど。僕と篠坂さんがだよっていう。今言えてた篠坂さんって。嫌なんてことは。でも、帰っちゃうんだよな。ごめんなさい。これ周りから見たら悲惨だろうな。女の子に話しかけて勝手に、もうなんかさささって帰られちゃう。お、やった。目標達成。あら？あ、児童公園、そうだよ。この時間だと遊んでる子供もいないな。誰も、ダメか。さてさて、じゃあちょっと寝てもう一回行きましょうか。うい。大丈夫、もう夏、このペースで進んでいくと夏終わっちゃうよ、多分。大丈夫かな？不安ではありますが。さてさて。今日はなんか木曜日ですね。はい。くすのせさんに、あ、え？授業の合間に教室でいてて。ああ、なるほど、なるほど。やってみましょう。出かける。ということは、休み時間は教室にいましょう。お、ヤコ、おはよう。うん、ヤコ、おはよう。今日もいい天気ね。そうだね。はい、いい天気すぎるって。朝からいきなりだれてんのね。はい。この暑さだからな。夏なんだから当たり前でしょ。はい。まあ、そうだけどな。でも、実際きついんだよね。朝登校とかさ。さあ、行きましょう。とりあえず、だから、第一校舎、第一校舎で行って、もう第一校舎に入り浸るからになったら、昼休みは、さすがに、放課後に、なんだろう、放課後にって。彼女を駐輪場にいる可能性があるな。ちょっと行ってみよう。放課後。どうすんだ、これ。ちょっと、教室行ってみっか。これでどうだ？
今回はかなり駐車場に、あ、駐車場じゃないよ。一年の教室に入り浸る、システム、感じで、おっと、いて、いきなり髪で手を切ってしまうとは。うわ、どんどん、あ、痛い痛い痛い、俺そういうグルーのダメなの、俺。絆創膏、絆創膏。なーい。保健室行ってもらうしかないか。保健室大丈夫ちょっと。おお、篠坂さん。どうかしたの？あ、いや、その、うん。絆創膏を持ってたりしない？ちょっと手を切っちゃって。見せてくれる？え、いいの？大丈夫？傷は大したことないんだけど、血が止まらないんだ。あ、血の表現あるわ、気持ち悪い、怖い怖い怖い、血の表現はダメだよ。まあ、あなたの血って、とっても綺麗な色。怖い怖い怖い、なんだよ、なんだよ、急に急に、へっ、心の綺麗な人の血の色って。やめて、やめて、ねえ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 、なんかこの子怖い、この子怖いよ。そ、嘘、ありがとう。で、絆創膏持ってんの？持ってないかい。なんだよ。ねえ、なんか気のせいですけど、僕だけなんかこう、え、何？じゃあ、え？え、どうすんのちょっと。うわーっつって。だ、大丈夫だから。あら、そう？え、何？舐めようとした？まさか。ちょっと待って待って待って。なんか狂気性のものを感じるんだけど。怖い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 。この子怖いよ。なになになに？篠坂さんってそういうタイプの子なの？お、くすのせさんに会えるは OK って言ってたもんね。目標、おい。あのさ。あー、そっか。はーい。じゃあ、しゃあないね。もう、怖いわ。俺も背筋がちょっと今ね、ひんやりしたわ、少し。恐ろしいですよね。さあ、また一年教室だよ、と。ずっと入り浸る。あー、なんでね、あれ、ルリ姉がここに。おい。いやいや、用ってわけじゃないんだろうな。別に。用もなく呼び止めないでよね。ああ、そうだってすぐ思いつく。さあ、なんだろう。何の話すんだろう。らしいんだけど、どうする、うん、それでいいんじゃないの？相談だね。それじゃあ、そうするよ。何の話？手を握る。手を握るか。ああ、手を握ることが上手くなったね。なぜそれを姉と話す。さあ、次行きましょう。駐車場、駐輪場。失礼、なんで駐車場って言っちゃうんだろうな。駐輪場だったらね、やっぱり、あれ、なん、ルリ、え、ルリねえかい。まさかのルリね、俺てっきり俺キリアさんだと思ってたから。あ、そう。ふーん。さ、何？ほう。てん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 。ちょっとすごいと思わない？まあね、まあまあだね。褒めるについて、あ、いいじゃん。こういうなんだろう、ちょっと相手の女の子に影響と言いますか。いい感じのやつをなんか選べたのは良かったね。なんか言い方が変だな、さっきから。さあ、第一校舎行きます。こんなとこいな、夕方になっても暑いな。本当だよね。おお、ヤコ。ちょっと、相談したいことがあるんだけど。え、なに、ちょっと、ヤコが僕に？いいけどなんだ？ここじゃ、なんだから。うん、どこ？校舎裏ー。こんな人気のないとこ連れてきて、まさかヤコのやつ僕を。そんなわけないか。ないよな。でも顔をあからめてるのが気になるな。何？私さ、はい、男の子から告白されちゃったんだ。ああ、見てた見てた見てた、なんて言うね。ああ、あのことか。それでね。ああ、何？どうしたらいいと思う？ああ、そういう相談ね。うん。付き合えばいいじゃないか。僕というものがありながら。お父さんは許しませんよ。あ、これはさすがにね。でもまあ、付き合えばいいじゃないかって言っちゃったら終わる気がするんだよね。これで言った方がいい。うん、これで行こう。僕というものがありながら。ばっか見た。ええー、そんな言わなくて。あなたなんかに相談した私が間違えた。外したー。いや、だってどれ言ったって。ごめんごめん。真面目に答えるよ。いいんじゃないか。え？お？言うね。相手の話、結構かっこよかっただろ？え？どうして知ってるの？あ、やべえ！バカ、口滑らすなって！うっ、しまった！まさか、見てたの？はい、見てました。偶然だよ、偶然。偶然プールに行ったら、偶然ヤコたちがいて、偶然告白シーンをやってて、偶然聞こえて、それで偶然。信じられない。
いや、本当だって、本当だって。それは、かっこいい彼氏が欲しかったんだろ？よかったじゃないか。望み通りになって。だあ待って待って、やめろ、暴力行為はよくねえ。ただバカと罵られて殴られるという、いてててて、いや、このやつグーで殴りやがった。盗み見されたからってあんなに怒ることないじゃないか。いや、女心ってのは難しいんだな、これがまたね。なんか蹴られたり殴られたりとんでもねえな、本当に。さあ、お次はなんだ。これといって誰もいない。あ、いないか、さすがに放課後教室は。さーて、そろそろ帰るかなと。誰かいるかな、帰り。さすがにいないか。おー、楠瀬さん、どうも。はーい。こんにちは。こんにちはっていうのも。今帰り？そうよ。あ、そう。さよなら。はい、さよなら。バッサリ切られちゃうパターンね、この。まあ、そういう時もあるか。おっと、有森さん！有森さん！どうも、こんにちは！今帰りっすか？そうよ。あ、マジっすか。それなら一緒に帰りませんか。どうです？帰ってください。お願いします。一緒に？はい。ごめんね。あー、やっぱダメか。ショックで、やっぱ、まあでもまあ、うん。じゃあね、なかなか高値の花っていうのもありますから。うん、仕方がね。さよなら。まあ難しいですよ、なかなかね、こういうのはね。さあ、ちょっとじゃあ、ルリネーレポート見ときますか。ルリネー、あのさ、ちょっと見してくれよ。僕の学校での評判を教えてほしいんだけど。来るの待ってたのよ。あ、そう？座って。え、教えてくれんの？ありがとう。しかも今回は結構のんびり。さあ、どうだ、結構行った、はい、こんな感じね。あんまり変わらないな。ちょっとなんかこう、ヤコがいい感じになってきたのと、意外とこれ、篠坂さんもいい感じになってきたんだね。わかりました。ありがとう。これ動いてるのと動いてないのは何だったんだろうね。まあいいや、ちょっとふわふわ。あ、そういえばメール見とこう。ミミさんから返事が来てる。多いね。なんて？こちらこそよろしくです。おー、嬉しいね。やった！オーケーの返事だ。返信しよう。なんて？この間、深夜番組見てたら若手二人の、何それ、若手二人組の、田代橋二丁目が、新ネタを披露しました。自分で組み立てて、もう行かせてだって。景気ありギャグだな。いいね。よし、これで送信と。ミミさん、なるほど。さあ、というわけで、じゃあ次回行きたいと皆さんお楽しみに。じゃあね。だってこんなところに、赤減り、体力減るのはこれ死んじゃうだろ？かって大丈夫、博士。こう言って、こっから最短距離で行く。最短距離でギリ死ぬかどうかなんだよな。もう、それかけるしかないから行くぜ！もう、まず、頼む、本当に。大丈夫、博士。本当お願い。本当お願いします。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 よっしゃー！よっしゃー！やったー！来た！これはマジでゴールしたい。